ヨハン・フィッシャーは、ドイツの作曲家、バイオリニスト、鍵盤奏者。アウクスブルクで、都市学士の息子として生まれ、父とカントルから音楽教育を受けた。1661年からシュトゥットガルトにある、ビュルテンベルク校の宮廷で学長のザムエル・フリードリヒ、カプリコルヌスに指示した。カプリコルヌスが1665年に指揮をした後は、パリに出て、 ルイ14世の宮廷学長であった、ジャンバティスト・レリの社府係を務めた。1673年に、シュトットガルトの宮廷楽団に戻ったが、1年後に、アウクスブルクのバルフューサー教会の音楽家となり、1677年に退職するまで60近い教会音楽を作曲した。1683年に、ブランデンブルク・アンスバッハ編共白ヨハンフリードリヒの、 宮廷にバイオリニスト、教師、作曲家として使え、1686年には宮廷礼拝堂の学長に昇進した。しかし、フランス趣味のヨハン・フリードリヒが同年に死去すると、宮廷はイタリア趣味に染まり、フィッシャーは解雇された。1690年からイエルガバのクールラント校、フリードリヒ・カジミール・ケトラーの宮廷礼拝堂に学長として使えたが、 1697年に、学団が解散され、その後は、リガに居住した。1702年にメクレンブルクシュベリーン校の、宮廷礼拝堂の学長となったが、1704年には、コッペンハーゲンの宮廷学団に職を見つけようとして、失敗している。その後、シュトラールズンと、ストックホルム、シュテッティン、バイロイトに住まいを移し、晩年は、ブランデンブルクシュベート編協博。 フィリップ・ビル・ヘルムの宮廷学長となった。作品は、気楽曲のほか、フランス語の歌曲や、マドリガーレもある。スタイルは、竜リの影響を受けたフランス様式で、独創的なメロディーと変化に富む火星と、リズムが特徴である。また、ビオラに、スコルダ・トゥーラが要求されることも多い。ヨハン・マッテゾンは、フィッシャーの音楽を高く称賛し、頻繁に演奏されたと記述している。 ありがとうございます。